2020年、新型コロナウイルスの感染拡大により、日本中、いや、世界中で多くのイベントが中止や延期に追い込まれた。ここ、別府の地も例外ではなく、あまたの祭りが姿を消し、賑やかな声が響き渡ることはなかった。そして、別府カレージャンボリーですら、中止の危機に見舞われた。なんでこんなことになったんだ？カレーはいいじゃない。どうして食べられないんだ。世界中からそんな悲しみの声が届く中、一人の男が立ち上がった。できない、まあ、できないなんてことはもうありえないなと。別府のカレーの火を消せないんで、僕しかいないかなと。一人カレージャンボリーという形にでやろうと思います。この1週間で、まあ、約30点を一人でまあ食べ尽くすという企画なんですけど、それはちょっと無謀な企画じゃないですか、1週間でって。まあ、ね、人はそう言うかもしれませんけど、やっぱり別府のカレーのためにやりたいなと思ってます。そう、それは国際色豊かな別府のカレー文化を守るため、参加する予定だった30店舗以上のカレーを一人で食べ歩くという、かつてない無謀なチャレンジ。まあ、それぞれそのカレー何でもありっていう別府の街にそっくりだなと思って、100店あれば100種類のカレーがあるっていう、まあ、そのいろんな国、まあ、ネパールだったりインドだったりスリランカとかですね、それがまた別府らしいなという、そこでまあ別府イコールカレーかなと僕は思ってます。手元にはじゃあ常に、はい、スプーンとお椀を持っているような感じですか？そうですね、まあ、マイスプーンはまあ必須かなと思ってますし。空に輝く星を見上げながら抱えて、なんかもうある意味修行みたいな感じですね。そうですね、まあ、まあこれもやっぱり別府愛というかカレー愛というか。もはやこの男にとってカレーをひたすら1週間食べ続けることなど無謀でも何でもなかった。カレーを愛し別府を愛し、その2つが融合するのであれば、挑戦や修行とは無縁の境地、天国なのかもしれない。本当に一人で回られるんですか？まあそうですね、はい。そして宣言通り、見事たった一人、たった1週間で全店舗を制覇。一人カレージャンボリー完結。またまあ来年もですね、まあもちろんそのこういったことが終わって、感染のまあこういったのが終わってですね、まあ無事に普通に開催されることを一番願ってるんですけど、まあそうじゃないとしてもですね、まあ僕じゃない誰かがこの意思を引き継いでくれるかなと思っております。来年もしやらないときは自分やらないっていうことでいいですかね？まあそうですね、ちょっと限界かなという。この思いを届け。